村にはもう食べ物がないって。また襲われるなんて。皆さん、腹ペコでやる気が下がっていますね。私も腹ペコですが、村を守るため頑張ります。応援しなきゃ。受けてみろ。お邪魔かしら。よし、子供じゃない。一撃で片付ける。やめなさい。消え失せよ。決まんだね。ここまでやるとは。受けてみろ。消え失せよ。我こそはこの一撃で片付ける魔物なり。消えなさい。これも定めと知れ。やった。どけ。いざ参る。新たな敵が増えましたか。腹ペコで持久戦を続けるのも厳しいですね。コロー様、私が助けを呼んできます。ありがとう。できれば冷静で聡明で胆力があり、料理がうまい人を希望します。うまくいったようですね。荷物を取りに行った者が襲われておる。あれさえ手に入ればみんな元気になるのに。見事、よく鍛錬しているようだな。お前から任せよ。いつも通りの働きをせよ。次から次へとしつこい敵ですね。東から来た敵はまだ遠くにいますね。今なら荷物を運ぶ人の救援に間に合うでしょう。水産うまくいったようですね。あの敵、火を持っています。村に火をつけないうちに倒しましょう。ありがとうございます。これで村に荷物を持っていけます。敵将を討ち取ったり。もうひと踏ん張りですね。火をつけられてしまったようですね。急いで村へ。倒しよ。炎と燃えろ。荷物を届けますね。気を引き締めていくぞ。我こそは天下無双の強者なり。うまくしたようですね。手ごわい敵であると認めます。お前の敵、とどめだ。俺にも予測できない機会があるのか。楽しそうだな。こちらです。大元気様、どうか村とフォロー様を救ってください。鬼を滅散頼めだ。いきなり世界に連れてこられた。状況もつかめないのは人助けなんてね。ここまでやるとはな。でも一度受けてしまったからには放っておけない。責任を果たさないと。
なんと冷静で聡明で弾力のあるお方だ。よかった、条件は結構満たせているな。フォロー様、ご希望通りの方を見つけました。我らを助けてくれるそうですぞ。ようやく反撃開始です。村は私に任せて、皆さんは彼女の援護を。化け物たちは総出で村を襲っているようね。いざ参る。でも一匹じっとしている。殲滅する。あれも盗目かしら。守りが薄い盗目を狙えば敵は混乱するはず。家計を仕掛けて反撃の機会を作れば。真田の戦、精鋭軍隊も見習いたいものだ。うまくいったようですね。よければ策の手助けをしてくれる？村が包囲されておる。もう、おしまいじゃ。あなたたちは私が助ける。できないことは言わないから安心して。なんて頼もしい。我ら一同、大元気様についていきます。うまくいったようですね。この一帯に火をつける。あたりの敵の掃討を手伝って。さてと、お願い。また新しい敵ね。策を邪魔される前に倒した方が良さそう。無事に策を実行できた。あとは弱っている敵を倒すだけ。救援感謝です。あなたはいい人ですね。あなたたちも全力で戦って。そうすればきっと村を救えるはずだから。はい、大元気様のためならたとえ火の中水の中。どの世界でも虐げられるのは弱者。彼らはそんな人たちを懸命に守っている。こんな混沌とした世界にもなすべきことをなしている人たち。倒しよ。この音、燃えろ。血がいるのね。あなたは料理が得意ですか？料理？人並みにはできるけれど。おお、あなたこそ私たちが求めていた人材です。一緒に来てくれますね？素晴らしい。そうです。ええ。はい。うん、それはいや、そうか。行くぞ。玉木と話すつもりはない。速やかに叩き伏せる。玉木さんと話し合ってさせてください。きっと分かり合えます。その必要はない。邪魔をするなら消えてもらう。玉木ちゃん、チョウンさんのところへ戻って。こんなところで終わっちゃダメだよ。はい。でもお兄様、私はまだ諦めません。闘志を燃やさん。全力で支えよう。
本当にいい。さあ、お前ならできる。家族と戦う覚悟を応援しなきゃ。通ってきてお邪魔かしら。不器用なやつ。見ててあげるわ。楽しそうだな。とどめだ。ここまでやるとはな。気を抜くな。いい動きだ。闇を滅さ。四季殿、死ぬぞ。お前の一撃を片付けろ。子供じゃない。闇を滅さ。とどめ。できる。うまく対応してみろ。お前だ。いつも通りの働きをせよ。俺が相手になろう。行くぞ。任せて。もう仕事の時間。うまくいったようですね。蹴散らしてやる。敵に反撃の機を与えてしまったか。同族の争いは多くの悲しみを生む。黙きと倒しよ。この音燃えろ。のため、ここを収めていただきたい。断る。同族の話と口を出さないでもらおう。うまくいったようですね。これで少なくとも玉木の仲間は私を憎むだろうな。言いたい奴には言わせておけ。お前の覚悟、俺には伝わっている。本気でぶつかり世界を変えろ、シキ。そして俺を早く元の世界へ帰らせてみろ。お願いです、お兄様。私の話を聞いてください。呼ばれても呼ばれなくても出るとこ出る。何度来ても無駄だ、玉木。それが分からぬなら徹底的に潰すしかない。任せよ。玉木を守る将を倒し追い詰める。どけ。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。真田幸村、これにあり。真田の戦、精鋭軍隊も見習いたいものだ。玉木には指一本触れさせん。みんな、行くぞ。玉木を守るんだ。うまくいったようですね。見事、よく鍛錬しているようだな。
火よ、炎と燃えろ。我こそは天下無双の強者なり。いざ参る。うまくいったようですね。まあ少しはやるようね。準備はいいな。闘志を燃やさん。了解した。気を抜くな。いい動きだ。この一撃で片付ける。お邪魔かしら。気を抜くな。子供じゃない。楽しそうだな。消えなさい。消え失せよ。ダメだ。闇を滅散。いざ尋常に勝負せよ。どうだ。この一撃で闇を滅散。俺も定めと知れ。子供じゃない。受けてみろ。よし、こちらは思い通りだ。うまくいったようですね。押されている。このままでは。追いかけても無駄だぜ。じゃな。真田幸村、これにあり。妹に闘志よ、炎と燃えろ。手を挙げるなんだ。下道の所業だぜ。下道か。それがどうした。意識はいつか後悔するぞ。大事なものってのは失ってから気づく。だからそうならぬよう戦っているのだよ。雪村、お前の槍は冴える一方だ。まあそれぐらいやってもらわねば困るだな。私の知っているお兄様はもういない。皆様引きましょう。そうだ、それでいい。玉木、三成殿。うむ、ハハの指揮。わかった。そうだね。やります。承知。行くぞ。敵の追撃を振り切らねば。味方援軍と合流し体勢を立て直そう。闘志を燃やさん。了解した。変身じゃ。受けてろ。観念しやがれ。お邪魔かしら。山賊に襲われているようだ。見捨てるわけにはいかない。面白い。助けに来た。おお、面白い。そこの方、手助けをお願いできませんか。気を抜くな。ならずに一撃で片付け。実の腕輪を取られてしまう。お前はできる。悪魔、力じゃない。消え失せよ。いました。あの男が腕輪取られてしまう。うまくいったようですね。放ってきやがった。申し遅れました。私はプラフタ錬金術師です。とはいえ、私は人形の体。この身では錬金術は行えません。戦うには腕輪が必要なのです。そうか、ならば必ず腕輪を取り戻そう。バカめ、腕輪はとっくに仲間に渡した。今頃はお頭が持ってるはずさ。あいつらよくも俺の部下を。こうなったら袋叩きにしてやる。次は負けぬ。
私も真田幸村、こうして共に戦えることを誇りに思う。うまくいったようですね。方法を探ります。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。もう仕事の時間。任せて。うまくいったようですね。熱せえ。そこだ。真田幸村、これにあり。全て消す。闘志よ、炎と燃えろ。後ろしてやる。こう来たか。さあ、行きましょう。任務開始ね。うまくいったようですね。次は負けぬ。ほう、闘志よ、炎と燃えろ。俺の前に立つか。いい度胸だ。てっ、開けておけ。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。真田幸村、これにある。任せ。うまくいったようですね。我こそは天下無双の強者なり。初見の兵器をたやすく操作するとは、豊富な知識の持ち主のようだ。いざ、この超知竜と勝負してもらおう。雪村の闘志、燃え盛る炎のごときなり。お前ならできる。よ
しなきゃ。この一撃で片付ける。お邪魔かしら。よし、楽しそうだな。受けてみろ。覚悟、支援せよ。子供じゃない。いい動きだ。闇を滅せる。とどめだ。消えなさい。支援せよ。我こそは天下無双の強者なり。闇を滅せる。受けてみろ。とどめ。これもさらめと死ぬ。子供じゃない。一撃で片付ける。さらば。私の務め、必ず果たしてみせます。闘志よ、炎と燃えよ。ここは一度引くしかないか。九死に一生を得たフラフタ殿のおかげだ。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。うん、すまない。わかりました。感謝する。シキ。そうだ。なんだって。おまけ。ああ、分かった。やはりこうなったか。だがここで指揮を失うわけにはいかない。指揮、味方の兵が外にいる。彼らが門を開けるまでしばし耐えてくれ。その調子で。仕方ない。みんな、シキを捕まえてくれ。ここからが本番です。気心知れた仲間がいると心強いな。さあ、行くぞ。その調子です。応援しなきゃ。やりますね。排除します。よし、行くぞ。うまくいったようですね。俺が相手になろう。行くぞ。闘志よ、炎と燃えろ。呼びましたか。真田幸村、これにあり。悪いが手加減なしでいくぞ。呼ぶのが遅いですか。敵将撃ち取ったり。刹那に捕まるわけにはいかない。速やかに脱出しよう。退路は開かれた。行こう、シキ。刹那様、深入りは禁物です。ここは味方に任せ、お下がりください。呼びました。シキ、俺は諦めないからな。闘志よ、炎と燃えろ。うまくいったようですね。なぜ刹那に真実を話さない。奴が操られていないという確証は得られなかった。それに理解される必要もない。刹那と玉木、あの二人は何も知らず幸せになってくれればそれでいい。自分勝手で傲慢だな。だが兄とはそういうものかもしれない。敵の攻勢が激しい。そう簡単に逃がしてはくれないようだな。俺が道を切り開き、シキを逃がす。すまないな、シンガリオ頼む。
うまくいったぞ。なるほど、あなたは手だれであると認めます。我こそは天下無双の強者なり。闘志を燃やさん。支援します。やりましなきゃ。消されている。下がりやがれ。このままでは。お邪魔かしら。スルバードみたい。子供じゃない。楽しそうだな。本気で行きなさいよ。どうだ。覚悟。闇を滅散。指揮の安全を確保できたようだ。よくやってくれた。うまくいったようですね。これも定めと知れ。打ち取ったり。ほう、面白い。消えなさい。支援せよ。どうだ。下がりやがれです。復興します。お女性、感謝します。任せて。俺が相手になろう。行くぞ。出番ですね。よし、ここまで来れば。さあ、裁きの時間だ。希望を絶望で塗り替えてやろう。裁きの時は来た。ここは俺が引き受ける。シキ、別の道から脱出しろ。わかった。必ず生きて帰ってくる。5分の操術だけど、実力はある。上際が悪いね。そろそろ諦めたら。私には果たすべき使命がある。ここで捕まるわけにはいかない。士気が危ない。彼女を排除せねば。敵にまとわりつかれたか。任せよ。まったく、逃げるぐらいなら最初から来なきゃよかったのに。雪村の闘志、燃え盛る炎のごときなる。被害を未然に防げたようだな。真田雪村、これにあり。打ち取ったり。ここは通さないわ。戦いたくはない。だけど任せて。ここで終わらない。敵将打ち取ったり。なんとか逃げ切れたな。皆感謝する。感謝する。いいよ。すまない。ああ。感謝する。そうね。ねえ。感謝する。承知した。あの、
頼む。ミレニア様は囲まれているようですね。敵を倒しながら進みましょう。ここは人を狩るのに最適の地。また人間が集まってきた。闘志を燃やさん。それを遂行します。ふざけやがって。いや、始まれ。ここからが本番です。応援しなきゃ。くたばりやがれです。お邪魔かしら。いい感じです。楽しそうだな。俺の不覚を取るとは。これも定めと知れ。君だね。ここまでやるとはな。支援せよ。永遠にあなたの力が必要だ。俺も定めと知れ。私と共に世界を救ってほしい。支援せよ。目的を果たせたら、ここまでやるとは。元の世界に返すと約束し。俺も定めと知れ。うん、だから私はどうすればいいのですか。任せて。なるほど、あなたは手だれであると認めます。真田幸村、これにあり。行くぞ。いざ、この超治療と勝負してもらおう。このままでは本来の役目を果たせない。闘志よ、炎と燃えろ。なら水産うまくいったようですね。俺が相手になろう。行くぞ。いざ参る。任せよ。ヨカルの元へ戻るためにあなたたちに協力する。それが今の私の役目なら。生きるために私は戦う。さあ、誰を殺すの？水産。敵の大将が動かない？私の罠なら引きずり出せる。変です。敵の援軍がやってきました。ここに攻め込まれるわけにはいかない。南門に罠を設置できぬものか。俺はシュートってんだ。一つ勝負といくかい。イレニア殿、容赦のない戦いぶりだ。味方としてはとても頼もしい。敵に勢いがなくなった。呼ぶのが遅いですね。次はあの高台を確保するのがいいか。罠を仕掛ければ敵の勢いをそげよう。立つか。いい度胸。罠を巧みに利用するとは面白い戦い方だ。ヨカル、育ての母が教えてくれた。人間の魂を捧げる術を。
母親が人を狩る方法を教える。私の知る家族とは少し違うようだな。雪村の闘志、燃え盛る炎のごときなり。造作もない。出番ですね。侵入者は排除する。俺にも予測できない事態があるのか。これでいい。もう敵は丸裸。あとは借りだけ。我こそは闘志よ、炎と燃えろ。あ、天下無双の強者なり。次はどこへ行くの？どの敵を狩るの？ミレニア殿。ええ。うん。そう。なるほど。うん。ああ。ああ。よし。火の場所へ向かう。刹那の仲間を排除しつつ進める。指揮さんたちはマリンを止めます。水産。前方には化け物。後方には刹那の仲間。身体極まったか。大軍が来る手はずになっている。敵の数を減らせば勝機は見えるだろう。うん、俺は化け物どもを引き受ける。残りはお前たちで何とかしてくれ。応援しなきゃ。やりますね。お邪魔かしら。守備は上々。敵の勢いに攻撃を弱まろう。あの化け物ども、まっすぐ俺たちに。ここまでやるとはな。おそらくは日を守ろうとしているのだろう。黄泉が奴らを操っているのかもしれない。それだけ黄泉とやらの影響力が強まっている。雪村は素晴らしいモノノフです。うまくいったようですね。私の名はマリーローズ、よろしくお願いします。そんな、やっぱり大きくないから。真田幸村、これにあり。ようやく道が開けたか。火の場所へ急ごう。いざ参る。うまくいったようですね。残念だったね。あなたたちの仲間はもう来られない。家に返しね。援軍なくば希望はついえ。かかる炎のごときなり。うまくいったようですね。なんとか体勢は整ったか。さあ先へ進もう。悪いけど、倒させてもらうよ。炎と燃えろ。戦撃部隊か。早急に倒し、被害の拡大を防ごう。闘志を燃やさん。支援します。ずっと見つめています。
下無双の強者の前に解除します。お邪魔かしら。よし、楽しそうだな。大戦果を認めます。そういえば、マリちゃん、スノさんはどこ行ったんだろう。いなかったから、スケバに残って出てきちゃったけど。大戦果を認めます。そういえば、ウクトリアガさんもいませんね。とりあえず、私たちで頑張りましょう。うまくいったようですね。うまくいったぞ。復興します。そもそも火とは何だ。初代の王が作った石碑だ。黄泉を封じる方法が記されているらしい。だがその火がなぜ隠されているのか、私も先代の王である父もわからないのだ。最優先指令です。よし、こちらの思い通りだ。遅いですよ。私と家族についてお前は何も言わないのだな。俺が何を言ったところでお前の覚悟は変わらない。違うか。父はこの世界を愛し救いたいと考えていた。玉木と刹那のこともいつも案じていた。私は父の先代の王の意志を継ぎたい。闘志よ、父より託されし意志。燃えろ。その気持ちは俺にも分かる。五分は壮絶だけど任せて。実力はある。うまくいったようですね。うまくいったようですね。邪用じゃない敵任せて。なんだかやりにくいな。うまくいったようですね。した任せよ。次は絶対に勝ってみせる。敵将撃ち取ったり。行くぞ。もう仕事の時間。出番ですね。おお、うまくいったぞ。うまくいったようですね。おお、さすがのご活躍ですな。任せよ。我こそは天下無双の強者なり。英雄か。そこをどいてくれ。なぜ私が人間ごときの命令に従わねばならない。闘志よ、この音燃えろ。闘志を燃やさん。指令を遂行します。ここからが本番です。その調子です。うまくいったようですね。解除します。お邪魔かしら。よし、避難ダメージをします。楽しそうだな。見えなさい。裁きの時は来た。よし、あとはもう落ちるだけ。この中か。なる黄泉を泉の底へ封刃とする。故に神器を書かれているのはここまでだ。これは欠片でしかない。
いくつあるかもわからぬ他の欠片を探す時間など、もうこの世界には残されていない。世界を救う術などなかったというのか。シキ、英雄さん。なんだ。いいよ。ああ。いいよ。まあ。ああ。うむ。ありがとう。ええ。うむ。そうだね。ち。うむ。そうだね。そうだな。うむ。あの、何？シキ。ああ。うん。分かった。志、バカには分からぬ。そうか。分かったよ。うん、分かった。いいだろう。黄泉に操られているふりをして皆を攻撃する。共通の脅威を前にすれば奴らも団結するだろう。マガマガしい魔物はまさか古の時代にいたという読み。指令を遂行します。大変だ。魔物が読みが現れた。しかも英雄様が操られてると。ここからが本番です。しなきゃ。どういうこと。排除します。お邪魔としなきゃ。マーリーも確かめてきます。いい感じです。楽しそうだな。現実でそれらしく見せているが、言われれば世に何にするかが疲れてしまう。俺の主は世にさん。悪いけど、みんな滅ぼさせてもらうよ。ヨミ様のために戦うぞ。人間どもを滅ぼすのだ。操られてるって本当ですか。いざ参る。そんなことはどうでもいい。ヨミ様に逆らう奴は倒すだけだ。様のために戦う。人間は全て敵だ。水産。そんな、やっぱり大きくないから。鬱陶しいのだよ、愚か者が。敵将撃ち取った。なるほど、あなたは手だれであると認めます。この超知竜と勝負してもらおう。
ち、まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。つまらぬ敵だ、もう終わりか。俺は敵視される状況に慣れているけど、君たちには辛いんじゃないかな。俺も他人の評価など気にしないのでな。この程度どうということはない。ああ、この行動が世界を正しい道へと導く。俺たちはそう信じて進むしかないんだ。こんにちは、お元気ですか。黙れ。ヨミ様に敵対する者は処分する。ヨミって伝説の存在じゃなかったのか。タマキ、ここは一旦協力するぞ。刹那兄様、操られた英雄様にお救いしなければ。これはどういうことだ。なぜヨミがここに。三つなりだような真意、友として私が問おう。俺たちの目的はあくまでも三勢力の結託だ。雪村には悪いが、痛い目を見てもらう。ここからは本気で行かねば。仕事の時間。尋常に勝負。雪村、ここでお前と戦うこと鬱陶しいのだよ。愚か者がとになるとは。三成殿、言葉は無用です。あなたの真意、この槍にて問いましょう。つもりなのは確か。今は玉木や刹那と協力しよう。化け物が3人を狙っているようだ。本物のヨミが俺たちの目論見に気づいたのかな。彼らを失っては意味がない。密かに始末するぞ。鬱陶しいのだよ、愚か者が。まあ、少しはやりようないしね。しきにさま、たまくは嬉しいです。よし、3人の力で読みたちを打ち破ろう。脅威が去った。しきらも団結した。残る仕事はただ一つだね。ああ、最後の役目を果たすぞ。大丈夫か。あいつらさっきヨミのそばにいたよな。さっきは助けてくれたが、でも味方のふりして騙してるんじゃないかな。申し訳ありません、そんなつもりでは。怖い思いをしたんだ。本能が俺たちを拒んでも無理はない。
タリスト。ヨミが恐れているのはお前たちの団結だ。恐怖と疑念を抱かれた俺たちはその妨げになる。排除しろ、シキ。もう二度と会うことはあるまい。世界を救う道を切り開いてくれたこと、心より感謝する。誠の英雄たちよ。